いなと思うんですよ。乗り心地が最悪。燃費がね、恐ろしく悪いですね。初心者向け車中泊講座のお時間がやってまいりました。どうも、今回も講師を務めさせていただきます。父ちゃんは天然パーマの池さんです。よろしくお願いいたします。というわけで今回の動画はですね、これからハイエースを購入しようとしている人、それから車中泊できるような車をね、探している人、検討している人に向けて、まあ、このね、ハイエース歴5年の私池さんがですね、このハイエースを選ぶべきではない10のリアルな理由っていうのをぶちまけようと思います。本当はね、今回これをやるかやらないか、言うか言わないか、伝えるべきか否か、すごい迷ったんですが、同じようにハイエースにしようかな、あるいは違う車がいいのかなって迷われてる方がいらっしゃると思うので、あえてね、大人気のハイエースですけども、ハイエースを選ぶべきでない理由っていうのを皆さんにお伝えしたく、今回の動画を作ることになりました。というわけでね、絶対参考になると思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。よろしければチャンネル登録、それからグッドボタンね、よろしくお願いいたします。さあ、では早速、ご紹介していきたいと思います。まずね、僕のハイエースは、2015年式の4型と呼ばれるものですね。今最新が6型なので、2世代前のタイプのハイエースになります。車種はですね、ワイドミドルルーフって言ってね、少し車幅が広くて少し車高が高いっていう、こう真ん中のサイズのハイエースなんですね。 4WD2700cc のガソリン車です。僕の車はバンです。バン仕様になってます。なので、ナンバーは1ナンバーになります。だいたいベーシックなハイエースって、4ナンバーなんですね。で、なろうって言ってもうちょっと幅が狭くて車高も低いタイプ、それが一番ね、人気があってベーシックなハイエースになります。僕のはちょっと大きくて、しかも中型車になってしまいますので、少しね、特殊なデメリットもあるので、まずはね、その中型車であるデメリットからね、ご紹介しようかなと思います。1つ目、高速道路料金って、普通車、中型車、大型車ってさ、分かれていて、1ナンバーの商用車って中型車に入ってしまうんですよ。すると何が違うかっていうと、普通車よりも、だいたいね、高速料金がね、1.2 倍高いんです。ただでさえもさ、高速道路ものすごい多用する我が家において、さらに高速料金が高いって、もうこんなもんデメリットでしかない。さらに、いわゆる休日割引とか、夏休みとかさ、それから年末年始にあるような高速道路の割引サービスが一切適用にならない。だから、いつも満額で払わなくちゃいけないっていうね。これがね、やっぱ一番でかいね。だって、うちは主に、週末にお出かけをする、車中泊に行ったりとか、サーフィン、スキー、スノーボードに行く家族なので、その出かける時に割引が全く効かないっていうのはね、やっぱ、さらに 1.2 倍ね。これはもうね、デメリットでしかない。ちなみに、深夜割引だけは対象になりますので、夜中通過するとね、一応 30% 引きっていう割引は効きます。いやーほんとね、特にハイエースで中型車とかね、それからスーパーロングね、ああいうのには、乗るメリットがないのかな。いや、ちょっと視点を変えて考えてみると、ちょっとみんなよりも割高に払ってる分、いわば、ね、飛行機でいうところのビジネスクラスを使ってるみたいな優越感に浸れるんですね。そこが逆手にとって考えてみるとメリットじゃないかなと。得られるかーい、人より倍払って割引効かないのに優越感得られるかーい。まあ、ビジネスクラスに乗ってるかもしれないっていう錯覚をしましょう。うん。ではね、2つ目、新車購入時、そもそも車がね、高いなと僕思うんですよ。つまりね、ハイエースってそのね、価格に見合った車ではないなって正直僕思うところがあって、基本的には物を運ぶ車、働く車として設計されているので、その車においてこの価格設定というのはね、ちょっと割り合わねえなって、割高感半端ねえなっていつも思うんですね。具体的に紹介すると、だいたいハイエースバンの価格帯が235万円から395万円のあたりのレンジがあります。グレードとかね、仕様によって変わるんですけども。で、ワゴンの場合は、約290万から400万
円ぐらいっていうのが、新車価格となってます。でもさ、それって何のオプションとかもない状態ね、もうまっさらなこう標準仕様の価格帯になるんですけども、ハイエースに乗ったらさ、そりゃ車中泊仕様にさ、ベッドを中にね作ったりとかさ、メーカーオプションとしてもさ、カスタマイズしたりとかしたいじゃない。そうなってくるとね、例えばもう車中泊が今すぐできますよみたいな、コンプリートバージョンみたいなハイエースっていろんなメーカーさんが出してるんですけども、某ハイエース有名店のあのフルコンプリートハイエースってね、530万円ぐらいからしちゃうんですよ。ベッドキットを積んだりとか、それからシートにねちょっとかっこいいレザーのシートカバーをつけたりとか、メタのパネル周りウッド調にしたりとか、まあ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 いろんなのがあるんですけども、一番こうデラックスな状態にするにはね、だいたいそのぐらいかかるんだよね。やっぱね、ハイエース新車で乗ったとしても、やっぱこれぐらいいじりたいな、カスタムしたいな、オリジナリティ出したいなって思うじゃない。このぐらいの、オプションくっつけると、さっき言った530万ぐらいにね、なってしまうということで、ちなみに、同じ530万ぐらいかければ、アルファードのさ、中堅クラスのグレードのアルファードを買えるのよ。そりゃ、俺、アルファードの方が断然いいと思うわけですわ。セレナとかボクシーだったら、一番ハイグレードなクラスのセレナボクシーとかってね選べると思うんだけども、それよりも全然こうグレードの低いハイエースが同じぐらいの価格をしてしまうっていうのは、僕はねどうしてもね、ちょっとそもそもの車体価格がねすごく高すぎないかなっていつも思うところがあるんですよね。しかし自由にねカスタムしたり DIY をしやすい車って言ったら、もうやっぱハイエースなんですよ。あ、まず個性を出せるよね。もう自分だけのカスタムができたりとか、そもそもカスタムパーツとかグッズみたいなものがもう日本一豊富な車種でもあるので、もうあらゆる自分の個性を出していろんな細かいところまで、ね、カスタマイズできるっていう特徴もハイエースならではだからさ、これハイエースを選ばないと、そういったね外装内装ともにオリジナリティを出したりとか、それからね、天井を板張り、壁を板張りにしたりとか、後ろに自分で自作のベッドキットを作ったりとかって、自由度が圧倒的に高いのはハイエースしかない。キャラバンもあるよ。ん？聞こえない。僕はハイエースが大好きなので、ハイエース推しです。やっぱり、ね、車中泊最強バンなんですよね。高いけど、まあそれを凌駕するぐらいの魅力はあると思います。三つ目。乗り心地が最悪。僕は、エルグランドから乗り換えてるんですけど、初めて乗った時ほんとびっくりした、乗り心地の悪さに。トラックかーいっていう、ね、なぜならまあさ、当然だけど荷物を乗せることを前提として作られている車、満載になっている状況を想定して、セッティングされている足回りとかなので、それはね車中泊行くぐらいの荷物量だったら全然軽いわけよ。なのでもうねパンパン跳ねるしさ、とにかくね乗り心地が悪い。これがさ、例えばだけど500万も出した車でこれの乗り心地あるかいなと。で当然だけど、もちろん改良するためにはもう足回りのオプションパーツっていうのもね山ほど出ていて、それこそそのトーションバーっていうのを変えたりとか、それからなんだリーフっていうんだけどね、サスペンションを変えてみたりとか、それからショックアブソーバーってさ、こう吸収してくれるようなとか、社外品がたくさん出てんだけど、一体いくらかかるんじゃいっていうことですよ。要はそこそこお金をかけてあげないと乗り心地が改善しないってどんなんやねんってね思ってしまうんですよね。しかしまずね、車酔いに強くなります。こんだけ揺れる車にね毎回毎回乗ってたらね、もう全然他の乗り物乗っても酔わなくなる。それから、軽自動車とかタクシーに乗っても、わあなんて乗り心地がいいんだろうってね、満足できるようになります。心が豊かになり優しくなれます。こんなメリットもあります。無理やり。で4つ目、4つ目はねこれね、フロントシート、フロント席のね乗り降りがね非常にしづらいっていうのと、それからねシートのねホールド感がね悪いね。なのですごくね長距離のドライブ疲れますっていうのと、毎回毎回乗り降りするのによっこいしょっていう感じ、こうパーンとドアを開けてスンって座るのではなくて、ドア開けたら何かに捕まってよっこいしょって乗るような感じになると、もう乗り降りのがねすごいね最悪だけど、もうね自分流のね
かっこいい乗り方みたいなのをこう作ることができる。その乗り降りがしにくいがゆえに颯爽と乗る、こうちょっとね、粋な乗り方みたいなことが研究できたりとか、極められたりとか、それからホールド感が甘い分、体幹がね、ぐっと鍛えられる、そんな気がするんですよ、多分。5つ目いってみましょう。これはね、ちょっとね、非常に問題点です。燃費がね、恐ろしく悪いですね。これは本当にちょっともう救いようがない現実なので、正確にお伝えしたいと思います。そもそもは、車がね、重すぎるんです。それが大きな原因だと思ってます。それから、いわゆるね、ギア設定っていうね、オートマチックではあれども、ギア設定っていうのがあるんだけど、あくまで、物を運ぶためのトルク重視の設定になってるので、どうしてもね、燃費が良くなるためのセッティングはないというところが現実です。これね、実際どのぐらいかっていうと、僕のワイドの、ガソリン 2700cc4WD は、高速道路ですよ。高速道路を走って、リッター7キロ。アメ車か。街乗りだったら、リッター4から5キロ。90年代のアメ車か。ってぐらい、めちゃめちゃ燃費悪いですね。で、ディーゼル 4WD に乗ってる友達のハイエースでも、リッター11キロ。高速道路で、街乗りで8キロぐらいっていうふうに聞きました。とにかく、この低燃費の時代、エコロジーな時代、サステナブルな時代において、こんなね、燃費の悪い車は他にないんじゃないかってぐらいね、特にうちみたいに走るとさ、ガソリン代めちゃくちゃかかるんだよね。これもね、ただただお財布と家計を圧迫するでしかないので、ここにメリットなんかあるのかなと思って、って考えてみたらありました。まずね、燃費悪いから、もう無駄にスピード出さなくなります。それかね、アクセルワークがね、優しくなる。変にブーンって踏み込んだりとかね、もうしない。なるべく燃費を良くするために、運転がね、非常に優しくなります。それから、低燃費車が増えて、全然ガソリンが消費されないという世の中において、ガソリン業界に貢献しています。なので、ガソリンスタンドに行くと、すごく喜ばれます。あ、ハイエースさんだ、いっぱい今日もガソリン買ってってくれるぞ、わーい、オーライ、オーライみたいになるかーい。いや、なってる。ガソリン業界からはハイエースはね、非常に好かれてます。貢献されてるからですね。そういう風に捉えましょう。内装がね、チープすぎます。サイドブレーキトラックみたいな。内装バンキングがね、薄い、 0.02mm とかってぐらい薄い。断熱がへこい。Dude, that father is 10 men permed!